どうもなおちんです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。いつもプリシスを使ってるんだけども、裏ボスとかと戦うときにやられてしまうことがあるんですよね。無敵にならないので装備できないんですよ。で、いい装備を紹介してもらいました。これですね、ルナティックリングです。効果としては無敵になるんだけども常に気絶するっていう効果ですね。これにファクターの許さないをつけると、すごくいいということですね。許さないは自分が気絶するときに代わりに怒りが発生するです。なので、これ常に気絶するので常に怒り状態になるっていうやつかな。まあ、とりあえず今許さないをつけたので装備してないんですけども、ちょっと使ってみようと思います。ただこれね、 5% の確率で壊れます。壊れる、まあ、5% だけどね。なので、これは複製ができるので複製をしておいた方がいいと思います。ではとりあえず使ってみましょう。それでは、裏ボスにソロで来てます。食らうぞ。食らうよ、食らうんだけどね。いやでも食らわないか。なんかの拍子に食らったり。あー壊れる。ちょっと待って、 5% で壊れるってあるんだけども、あなるほど、攻撃を受けた時に 5% が抽選されるってわけね。なるほど。なんでだろう、なんか無敵になってるんだけども、さっきダメージ受けたんだよね。なぜでしょうか。でも、今受けないよね。あ、壊れた。なるほど。おう、いや、なぜかダメージを受けた時があったので、それがちょっとわかんないんですけども、まあ、何かの拍子でダメージを受けたりもするんでしょう。おう、でも基本的には無敵なので、あ、この装備はいい。ただし壊れるけどね。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。プリシスの装備にちょっと悩んでたんですけども、いい装備を教えてもらえました。これね、ルナティックリング。無敵になるけども、常に傷。なんでしょうね。無敵になってるんだけども、ダメージ受けた時があったので、何かの拍子に食らったりする。いや、でも無敵だからね。まあ、なぜかわかんないですけども、ダメージを受けることはありました。でも基本的に無敵になるので、いいですね。ただし、ダメージを受けるたびに、5% の抽選が行われて、壊れることがあるので、まあまあ、確実にやられないっていうわけではないんですけども、プリシスにはものすごく向いてる装備だと思います。これはいいね。はい、皆さんぜひ使ってみてください。ルナティックリングでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。